様です。本日は1月31日水曜日朝6時の相場解説になりますね。まあ、こうしてみるとレンジにぴったり収まってるような感じしますね。この2本の赤い線にね。で、上と下はヒゲがちょびっとはみ出している程度っていうふうに見えます。まあ、ですので、この見方っていうのはそんなに悪くなかったかなと。というのが、ずっと下の方から突き上げるように上昇が入ってましたよね。で、N 字を書くように上がってきたっていうのが、ここ何週間かの流れなんですけども、ついにここで上昇が止まったんではないかなと。そしてこれから横ばいに入りつつ、下に行くのか上に行くのかっていうことを探る局面だということですよね。で、まあ、上に伸びることってのはあんまりないと思いますけども、それでもね、150円程度まではまだ上がる余地があると思うんですよ。150円ぐらいまではね。となると、このあたりまではちょっと警戒しなくちゃいけないかなと。で、150円を超えたあたり、151円とか152円では前例がないところですからね、もう介入の危機を感じざるを得ないかなというところでございます。で、どちらかというと下の方に行く可能性は高いというふうに見えてますけども、まあこれはね、2月の方針などが絡んでくるんで、今日の時点では下に大きく動くってことはあんまり考えなくていいかなっていうのが日足の見方です。で、次4時間の方行きますね。4時間をね、どうなっているかというと、基本的に横ばいなんですけども、その横ばいがこのフェーズからこのフェーズにちょっと降りてきたなっていうのと、このダブルトップっていうのはもうすでにね、この1回っきりの下落で終わってしまったんで、あんまり気にすることがないよってことです。で、今後どういうふうにこの値動きが動いていくかってことなんですけども、1時間で面白い現象がついにね、見ることができました。はい、これね、散々パラ悩ましてくれたんですけども、上昇トレンドが続くのかなと思ったら続かずに1回潜って、そのまんま下落トレンドに入っちゃいましたね。でも昨日また突き上げてきたわけですよ。結果的にはこれね、レンジオプションというふうに、すいません、レンジっていうふうに見てもいいんですけども、こういうふうにね、2つのプライスここに設定しましたから。ただ他の見方、収束が見えてきてはいるんですよ。どういうことかっていうと、全部消しますけども、値動きがね、こっからここまで最初来てましたよね。もう勘のいい方はお察しだと思いますけども、次はここに来てるわけですよ。そうすると高値を切り上げることなくここで収まって下の方に行って、今度安値を切り下げることなくここで収まったわけですよね。で、昨日は何らかの事情で大きく上に突き上げました。ちょっとした資金の流れがここにあったんでしょうね。で、今度もこちらの方を上回ることなく、いいですか、ここで収まってるわけですよね。こういうふうに。っていうことは、これトライアングルなわけですよ。収束してるわけですよ。収束ってことは、徐々に値動きを狭めながら、上か下にドーンとブレイクする、その直前だってことです。で、この収束ってのは完全に三角形の先っぽがとんがって閉じたところまでいかなくても、例えばこの辺りから急にボカンと浮き上がることあるんですよね。こっちの方にボカンと行ったりとか。で、今日は31日なんで、大した材料は入ってないんですよ、はっきり言って。ね、材料見ましょうか、ちょっと。これが今日の材料なんですよね。8時50分から日本の市場のスーパーが始まって、ニュージーランドとかね、ドイツとかいろいろあるんですけども、大した材料ないんですよ。あるとしたらこれですよ。28時30分ね。週間の展望でもお話しましたけども、明日の朝4時半、ね、この時に、このパウエルさんが出てきて、何か言うかなっていうところで大きな動きがあるってことは考えられますけども、となるとね、今日は嵐の前の静けさか、そのまま収束を続けていって、どん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 、値動きっていうのが、この上下の動きがね、ちっちゃくなっていくことが考えられるんですよね。だから今日は、残念ながらね、トレードができない日ばっかりじゃないかって思われるかもしれませんけど、その通り、トレード今週はね、やれるポイントっていうのが非常に少ないわけですよ。で、今後その値動きっていうのがね、収まっていってどっかにブレイクするみたいなことが起きるということなんで、抜けた方向についていくっていう方針で今日は過ごしていければなと思います。抜けた方向ね、この延長線上、それが一番いいんじゃないかなと思いますよね。で、抜けた方向のこの赤いラインまでとりあえず見ていく。抜けた方向の、こっちはあまりないけども、この赤いラインまで見ていく。で、抜けた方向が赤いラインを超えたら、もうそのまんまブレイクでよろしいんじゃないかなってことです。これが今日起きるとはね、なかなか考えられませんけども、おそらく明日の4時半とか5時とか6時ぐらいに起きるんじゃないかなというふうに見えてますね。はい、じゃあ今回は以上でございます。チャンスがあったら、またね、相場解説していきますけども、ちょっと気楽に行きましょう。昨日も一昨日もね、やきもきするばっかりで、明確なエントリーポイントはちょっと見つけにくくて、ごてごてになりましたから。で、今日ね、どうしてもワンエントリーしたいんですけども、今日だけ決まってもなかなかうまくいかないと思うんですよ。やっと流れがつかめたのが今日ですからね。
そういう意味で、ちょっと今日ね、せっかくの水曜日ですけども、月末ってこともあって、難しい水曜日来ちゃったと思って、ある意味ね、割り切って今日は見送っていくっていうのも、一つのポジポジ病から遠ざかる大事な作戦だと思います。それではまた次の放送で。